普段走ってるコースが割と上りがあったり下りがあったり階段が多かったりするので、動きやすさ、可動域を狭めないデザインのものを選んでます。全身はこういう落ち着いた色味、真っ黒にはならないようにして、ちょっとキャップとかソックスとかで差し色をして、こうチラッて見えた時に気分が上がって走れるようにしてます。これも腕の部分とか膝の、この足の後ろの部分とかがニット素材になっているので、かなり動きやすくって、ちょっとこうスピード上げたい時とかもこう楽に動けるので、すごく着やすいです。